楽しみにしてるぜ。全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前は大木戸じゃ。今日もウルトラサンムーンで元気にミラクル交換やっていくぞ。ミラクル交換ピッピカチュウ。ということで、今回ミラクル交換初手ポケモンは、いつもはゴミポケしか流してないわしが珍しくピチュピチュを流していくぞ。は？は？なんで流せねえんだお前よ。何、応援ポン持ってるから流せないのお前。めんどくせえなほんと。しょうもねえな。出花くじかれだな。お前応援ポン持ってるから投げられないんじゃな。お前からも没収じゃ没収。よし、今度こそやっていくぞ。さあ、応援ポンを没収したからなお前。もう逃げ場所はないぞピーチューピーチュー。ばっくりミラクル効果に出していく。さあ、お前に逃げ場所はないぞピーチュー。ソーマくん交換よろしくの。さあピーチューピーチュー、ポケリフレでなでなでしてあげたけど、そんなのお構いなしに交換していく。しょうもない、100円ぐらいで何本も入ってるウィンナーじゃぞ。ダッセーな本当に。こんなね、あの安いウィンナーとか、わしはね、ウィンナーはね、あのシャウエッセンって決めとるんじゃよ。シャウエッセンしか食べない。だからこんなね、安いウィンナーなんてさっさとミラクル交換に出すぞ。安くて食べることがなかったこの安いしょうもないウィンナーを君にプレゼントじゃぞピッピカチュウ。まあでもウィンナーと比べたらこのね、クソなんかもがめつそうな猫の方がマシかな。このニュアンスはね、招き猫とかね、猫に小判とかがね、ベースになってると思うんじゃが、まあ、こんなポケモンいても幸運なんて招いてくれないから、さっさとばっくり出してやるぞ。ん？ピッピカチュウ。あー、何が来るかな？本当に一番道路多いの？本当に、本当にね、体の綿全部虫取って腹かっさばいて、米粒ぶち込んで赤い糸で縛って一人かくれんぼしてやろうかな。あ、でも一人かくれんぼはやっぱり怖いから、さっさとミラクル交換で横流ししていくぞ。ピッピカチュウ。いやー、トレーナーズスクールでゲットできるようになってからお前本当に送られてくるな。もう見飽きてきたぞゾロア君。もうしょうもないの本当ゾロア君な。音符マーク9の3音符マークってことは、もちろんわしもルンルン気分にしてくれるんじゃろうな。いくぞピッ、ウルトラボールチュウ。でマジで死ねえよ。ほんと死んでくんないかな。いやでもね、ウルトラボール恒例の他の人にも絶望を与えていくコーナー。さて、シオネコンさんが犠牲になってくれるのかな。ウルトラボール送りつけていく。ウルトラボール来た、これはまさか来るんじゃないのかな。ギャモミー、ギャモミーブいや気持ちいいの。やっぱり相手が悔しがってる姿を想像するともう最高に踊り出したくなる気分じゃな。いや楽しい。ミラクル交換で珍しい純伝説とかウルトラビースト送られてくる次に楽しい。このウルトラボールを送りつけて相手を絶望させる時間がね、最高の気分じゃな。さあ、ツツケラをジュリアさんへ送りつけてゆく。ピッピカチュウ。いや、いいよ、別に。別にニャースとかいうクソしょうもないゴミポケモン送られたところで、今はわし気分がルンルンじゃから別に怒らないぞ。さあ、イチローさんとマッチングしてゆく。やっぱり、イチローはね、ホームラン打ってくれるからね。このわしがクソポケモンが言ってるニャースのボールを伝説ポケモンで、ウルトラボール、チュー、だからさ、本当にさ、ふざけんなよ、ほんとに。お前何匹目やねん、ほんとに。もうしょうもないの。もうわしは嬉しい。一日に2回も、ウルトラボールで、絶望を与えられるなんて、なんて最高なんじゃろうな。もう最高の気分じゃ。
早速ね、相手に絶望を与えてやるぞ。スペインの方とマッチング。さて、バックリウルトラボールのゴイキングを送りつけて、ウルトラボール来たー、ゴイキング、ゴイキング、ブーブー、いや最高の気分じゃな。きっと相手今顔真っ赤にして悔しがってるぞ。もう完全に流れ来たの。次はいよいよウルトラビースト純伝説とのご対面かな。今こそゴルダックがベベノムに変わる瞬間、期待大じゃな。いくぞ、うん、ピッピカチュー、ピッピカチュー。お前ボール見てちょっと期待したのによ。お前なんかボール見てちょっとワクワクしたって言ったけど、よくよくボール見たらゴミボールじゃったな。アンさん、アン頼むぞ、アンさん、アンポケモン送ってくれよ、うん、ピッピカチュー、アーアーン。もうわし筋トレしないからダンベルいらないって、もう何度言わせればわかるんじゃ。アニョハセヨ、ナイス。おい、韓国の方じゃな。やっぱ韓国の方はね、美容と健康にやっぱり気を使ってるみたいじゃから、このダンベルを送ってあげるときっと喜ぶぞ、ピッピカチュー。ムカつく、ムカつくね、本当にね。さあこのね、憎しみのシンボルキャモメを送りつけてゆく、ピッピカチュー。ミミロルさん、体から綿はみ出してますよ。なんか子供に雑に扱われたぬいぐるみみたいな見た目しやがって、お前。ポンポンさん、交換よろしく頼むぞ。ポンポンいたただの。さあじゃあそんなポンポンいたただな君には、このミミロルでお腹を温めるんじゃぞ。お前ポンポンぶん殴ってやろうか、お前なあ。マジ腹パンじゃ腹パン、絶対許さんぞお前。本当にしょうもないの。まあいいかじゃねえぞ。さあスマッシュさんへ、この生きてる価値もないキャモメを送りつけてゆく、ピッピカチューナッシー。しかもアローラの姿ではなく普通のナッシーが送られてきたの。これはちょっと珍しいんじゃないかな。さあ流れが変わったから、この流れ絶対崩すわけにはいかないの。過去作やってないとゲットできないナッシーが来たんじゃから、お前過去作やってないとゲットできないな。伝説送れ。まあ今作で伝説純伝説全部ゲットできるようになったけれども、頼むぞ、ピッピカチュー。目回りすぎじゃん、わしも目回ってきたもん。そしてまた体の柄が違うんじゃな。ゲーフリー気合入りすぎ。いやでもゴミポケ御三家とか一番道路ゴミポケとか送られてないだけ、全然流れ的にはオッケーじゃな。キャモメ、ナッシー、パッチール、つまり次は純伝説じゃな。アンジュさん頼むぞ。さあアンジュさんへ送ります、ピッピカチュー。流れ切るなよ、流れ切るなよ、ピッピカチュー。もうこのウソッキーの顔よ、顔。もうしょうもねえ顔しやがってよ。バカにしてんのか、ウソッキーお前。もうだってこいつら嘘つきじゃもん。水タイプを避けるために植物の形してるんじゃろ。その時点で嘘つきじゃない。嘘つきは泥棒の始まりじゃぞ。みんなも嘘つきには気をつけるんじゃぞ。うん、ピッピカチュー。お前何回来んねお前。もうテポドンの核弾頭お前に落とすぞお前。テポドンの核弾頭が発射、東京新宿中央公園上空。さあすげえ名前のトレーナーに、まあアメリカの大統領っていうね、すげえポケモンを送りつけていく。送ってくるポケモンはしょうもないの。さあオドリドリさんをレイさんにもうしょうもなく送りつけていく、ピッピカチュー。おほーおほーおほーおほおお、いいんじゃないカブト。うひょうひょひょ、テイルズさんマッチングしていく。
ピッピカチュー、お前さあもう、あ、手元の核弾頭が発射。